退役した1号機2006年11月25日、十勝帯広空港にて、撮影2号機2006年3月21日、函館空港にて撮影エアーシェンペクスドルニエド228岡玉空港にて撮影株式会社、エアトランセは日本の航空機レンタル会社。自家用機の売買仲介も行う。かつてはコミューター航空会社であった。 日本の航空会社において初めて女性社長が経営する会社として注目された。1997年、群馬県前橋市に本社を置く医療機器製造販売会社シェンペックスがハート航空事業部を発足。2001年3月時点ではハート航空として2002年4月から帯広機間に2路線で就航予定と発表していた。2001年5月、 ハート航空として、法人設立。後、エアーシェンペクスに、社名変更。2002年中の就航を目標に準備していたが、資金不足等から就航が何度も延期された。2004年1月30日に、定期航空運送事業が許可され、6月には、ドルニエド228にて、運航開始予定とされていたが、機種変更を理由に、再び就航を延期していた。 2004年7月、旧社長は会社上等を決断。航空関係業界に相談するも、すべて断られたが、観光ハイヤー事業を行っていた江村林公に、事業売却の話が持ちかけられ、2004年8月、江村が譲り受けし、日本国内航空会社で、初の女性社長に就任。スカイマークエアラインズ設立に携わった沢田秀夫顧問に迎えた。 社長の夫、中山宿厚氏も他の事業を行いながらも、エアトランセ取り締め、2004年8月に、資本、経営陣の交代を、発表、2004年10月に会社名を、エアーシェンペクスから、エアトランセに変更。旧親会社のシェンペクスは、2006年3月30日に、自身の民事再生法適用の申し立てを、行っている。就効以前には、 東京都港区虎ノ門2の10の定期便搭乗券定期便就航時の目満別空港カウンター北海道内の空飛ぶバスとしてビーチクラフト 1900D1 機を使用し2005年3月13日に1日に往復片道運賃2万5000円で函館空港帯広空港の運航を開始陸路で6時間以上を要する両地区間を約1時間で結んだ 2005年10月1日より、函館空港から新千歳空港、新千歳空港帯広空港の運航を開始。函館空港帯広空港間を新千歳空港、経由で搭乗する際は、新千歳空港で降りずに、機内で待機するバス方式を採用した。バス方式は、 北海道エアシステムなど他社でも言っていたが、航空情勢の変化による保安上の理由で中止されている中での採用となった。2006年4月1日より、北海道エアシステムが撤退した函館空港、メマンベツ空港、同年6月20日よりすでに大手航空会社が就航している新千歳空港、メマンベツ空港の運航を開始。しかし、2006年12月より新千歳空港、 帯広空港2007年2月より新千歳空港、函館空港、メマン別空港が運休となり、新千歳空港から撤退となった。5路線が2路線に縮小される。道路線は2007年3月31日をもって廃止された。2007年2月6日までに、函館空港メマン別空港、函館空港帯広空港路線を2007年3月中旬から運休し、 定期航空事業から撤退することを決定した。路線そのものは乗客が集まれば運行する不定期路線として継続する。一方、2007年3月中にも那覇空港周辺離島の不定期路線を開設し、終始改善を目指す予定とした。2007年3月6日に国土交通省へ3月13日をもっての定期便休止、3月14日からの不定期、 路線申請、4月1日からの那覇空港の運航整備基地申請及び2から4路線の申請を行った。2007年3月13日、帯広往復をもって定期便の運航を終了。同年3月14日より不定期便としての運航となり、不定期処便となった函館発明万別業には7名が登場した。本来、 不定期便は運行時刻を定めることはできないが、定期便と変わらないサービスを提供できるよう工夫するとの会社側の見解により、函館発目満別業は9時15分頃発、目満別発函館業は10時55分頃発、函館発帯広業は12時55分頃発、帯広発函館業は14時25分頃たと、ある程度決められていた。 2007年4月27日には、函館空港、帯広空港、目満別空港の定期路線廃止を届けで、定期便運航から撤退となり、不定期便のみの運航に変更した。同じく2007年4月27日付で、初号機である JLH6A が登録抹消となり、2期体制で運航される。なお、この不定期便についても2007年9月末で、 休止することとなった。2007年3月15日には、自社ホームページにて、那覇空港を沖野選ぶ空港に2往復、下地島空港に1往復の就航が発表された。沖縄地区での予約は、エアードルフィンで受け付けることとなっていた。2007年4月1日、那覇空港より沖野選ぶ空港及び下地島空港へ就航した。特に、 下地島空港便は1994年に日本、トランスオーシャン航空が撤退して、以来、約13年振りの航空路線ということもあって、注目され、運航発便は、那覇空港発が75%、下地島空港発が満席と最先の良いスタートとなったと思われた。2007年6月に、機体整備による沖縄路線の9日間計画運休が、 発表されたが、下地島空港便の4月の月間搭乗率が15.7%と、目標を大幅に下回ったこともあって、その後運休期間の延長が発表された。一時休止でありこのまま撤退することはないとしたものの、5月中旬の時点で、エアードルフィンに対し、搭乗率低迷に加えて、乗員不足により、北海道での運行に影響が出る恐れがあるとの、ことで、 沖エラブ空港便も含めた沖縄路線からの撤退を申し出ていたことが報じられている。沖エラブ空港便はエアードルフィン受社運航に戻り、下地島空港便は休止となる。特に、下地島空港便は、競合する那覇空港、宮古空港便において、座席数に限りがあるものの、事前購入型割引運賃で、最低5000円からの価格を打ち出しており、 離島特別割引では1万1000円前後であった。対してエアトランセは、普通運賃1万8000円、島民割引でも1万5000円としていた。価格設定に加えて1日1往復と利便性も悪く、関係者の間では撤退は時間の問題とされていた。収益改善を目指した沖縄進出も、約3ヶ月で撤退することとなった。長い目で計画を立てて欲しかったと。 エアードルフィン社長に苦言を呈されるなど、かねてから指摘されていた慢性的な乗務員不足、市場リサーチ不足や事業計画の見通しの甘さを改めて予定することとなった。沖縄撤退に伴って空いた機材は再び北海道へ戻し、2007年7月21日より、函館空港、仙台空港に就航した。2007年から他社が撤退したためその分の需要が、 見込めると発表されているが、他社の撤退後または同時に就航した路線では、他社ほどの需要が見出せておらず、今までの路線開廃から5年後の事業像が見えない。他路線の短期撤退で、この路線も同じではといった印象が客離れを招く、といった苦言を提示されていた。なお、この路線も仙台空港で借りていた、搭乗のための保安検査場の契約期間が10月末で、切れ、 更新にあたって使用量が折り合わなかったため11月1日からしばらく運休となっていたが12月15日に再開されている。沖縄撤退から間もない2007年7月5日には同年6月30日をもって全日本空輸が撤退した那覇空港、大分空港便就航を検討していると報じられた。2007年7月24日に大分県庁において 記者発表を行い、同年11月からの就航を発表した。一往復の運航で、運航のない時間帯のチャーターや北海道への機体整備改装を利用したツアー等も計画されている。大分空港を拠点とするため、短期撤退で苦言を呈された。え、一名からでも予約があれば運航する乗り合い便として、同年11月1日より運航を開始したが、 利用が低迷し早くも11月9日付で13名以上の予約に限るチャーター便に変更された。毎週火曜日から金曜日の利用のみ受け付けた。2007年11月14日、審判会社箱船が自らの経営破綻記者会見においてエアトランセと会長夫妻に融資している計20億円ほどの返済が滞っていることを説明し税金の滞納により 箱船が担保にとっているエアトランセの航空機1機を差し押さえたとの通知が同日国税当局から来たことを明らかにした。この差し押さえについては2008年に解除されている模様である。ここまでの経緯の通り、エアトランセの事業は短期で参入と撤退を繰り返し、根付くことはなかった。加えて燃油費の高騰もあり、 不定期運行やチャーター便を維持することすら困難となった。そこで2008年10月に会社はすべてのチャーター便運行を廃止し、航空機のレンタル事業と中古機の売買仲介事業に転換した。航空機のレンタル事業とは自社のビーチクラフト機の他節税で所有している航空機オーナーや総合商社から航空機をレンタルし、 利用を希望する客先に貸し出すものだとしている。従来行ってきたチャーター便と異なり、航空機を借りたい客は、航空機の他にパイロットを派遣会社から手配する必要があり、拠点空港からのフェリー費用も負担する必要がある。エアトランセは、燃油高騰の下でも黒字化を実現できる新しい航空機を使った移動ビジネスとしている。これに伴い、 箱館からは撤退し本社を東京都新宿区に移転している。箱館の事務所等は当面存知される見込みであるが、ビーチクラフト機はすでに中部国際空港に移動している模様である。月間エアラインによると、2009年10月、エアトランセカラーのオレンジ色の2号機がカナダに売却された模様。定期便を運行していた際は、予備機がない中で運行していたが、 増便によって増大した定期整備や慢性的な運行上員不足による計画運休、機材故障による欠航が他社と比較して多く発生。2006年10月より3期体制になり、新千歳空港路線からの撤退で若干余裕ができた。不定期路線としてチャーター便運行のための改装を利用した不定期便レーセオニアクラフト車製総発プロペラターボプロップ機、 ビーチクラフトのビーチクラフト 1900D を3機使用。定員はすべて18名。座席は中央通路を挟み通路両側に1列ずつの2列。1号機 JLH6A は白地に赤のストライプライン。2005年12月24日就航の2号機 JLH7A は機体の上部4分の3がオレンジ、下部が白のツートンカラー。一号機、二号機は マイクストーンによるリペイント。2006年10月、クリスチャン・ラッセンのイルカの絵を機体に描いた3号機が就航。自社整備を行っており、1等航空整備士6名、2等航空整備士7名を要している。就航以前の予定機材は、フェアチャイルドメトロ、ドルニエ228と変遷をたどり、新経営体制下で、現在のビーチクラフト 1900D を選択している。 ありがとうございます。